家畜のいる、風景画などを描いた。デンマークでの印象派の需要に貢献した。コッペンハーゲンの商人の家に生まれた。幼い頃から絵を好み、動物に興味を示した。ホージャジャガードのおじの農園で農業を学んだ。画家のハンス・スミドスと知り合い画家になる決意をして、デンマーク王立美術院で学び、フレゼリク・フェアミーアムの美術学校でも学んだ。 コペンハーゲンの美術館で家畜のいる風景も描いたヨハン・トマス・ロンビューの作品から学び17世紀のオランダの動物画や風景画を学んだ。1873年に動物画で王立美術院のノイハウゼン賞を受賞した。1870年代の後半には若手の画家ラウリツ・トゥクセンと共にパリを訪れレオン・ボナのスタジオで学んだ。ベルギーの画家 レミー・コッヘと親しくなり、1892年にスペイン、翌年ローマを旅し、当時のフランスの美術の動向を知ることになった。1884年末から1885年の冬にコッペンハーゲンを訪れていた有名になる前のポール・ゴーギャンと友人になり、ゴーギャンのスタイルからも影響を受けた。1890年にエカスベア賞を受賞した。 1905年頃から目の病気で画家としての活動が妨げられるようになった。1915年にトレバルセン賞を受賞した。ありがとうございます。